皆さん、やっほー、りくチャンネルのあのみです。ロッキーが飛んでくると思った。今日は、りくチャンネルの動画初、ロミのパティシエ教室。はい、あ、ロッキー、ロッキー来たの？はい、で、皆さん、ロミももう、パティシエの製菓の専門学校に入って、早くも半年以上が経ちました。一回動画で、ショートケーキ作りとかはやったことあるんだけど、ちゃんともう作り方を紹介しながら、お菓子作りをするっていうのが、専門学校入ってから、一回もね、動画でやってなかったから、結構コメントでも、りくちゃんお菓子の作り方教えてください。誰でも作れる簡単なケーキの作り方知りたいですとか、めちゃくちゃコメントたくさん来たので、今日はロミのお菓子教室を開きたいと思います。まあロミもまだ本当に入学して半年くらいしか経ってないから、まあ少しでもお菓子作ったことないよっていう方の参考になればいいなと思うので、今日は誰でも簡単に材料4つだけでできるパウンドケーキを作っていきます。それではクッキングスタート。やっぱりね、ロミもせっかくパティシエの専門学校に入ったから、ちょっとずつ動画でもそういうお菓子の作り方とか、ちょっとずつやっていきたいなと思ってたの。で、最初何作ろうと思って、まあ、今日は絶対にもうお菓子作り作ったことない子でも簡単に作れるお菓子にしようと思って、パウンドケーキを選びました。まあ最初は簡単なのにして、まあ後からはみんなのコメントのリクエストとかも受け付けたりして、徐々に難しくしていこうかなって思ってます。で、最初は簡単なパウンドケーキ。たったの材料4つ。薄力粉と卵とバターと砂糖なんだけど、なんと全部同じ分量、全部 200g。だから、パウンドケーキ作りたいってなったら、その4つの材料を同じグラムだけ準備すれば OK です。もうこっから簡単なのよ、めちゃくちゃ。で、薄力粉はいつも、じゃーん、このスーパーとかに売ってる薄力粉使ってます。で、卵は200g なんだけど、だいたい4個分で 200g になりました。でもさ、ほら、大きさによって違うじゃん。だから卵に合わせてもいいかも。卵3個で 160g だったら、じゃあ他も全部 160g にしようとか、まあ今回卵4個でちょうど200何グラムか。で、砂糖は今回三温糖、茶色い砂糖を使ってるんだけど、グラニュー糖でも普通の白い砂糖でも粉砂糖でもどれでも大丈夫です。で、バターは無塩バター、塩使われてないバターを使ってください。あ、で、あと、この材料の他に、じゃん、パウンドケーキの型、これね、カインズホームかなで買ったんだけど、まあ、これないっていう方は、100均とかにある紙でできたパウンドケーキ型もあるので、それ買って作るのもいいと思います。で、あと、型に塗る用の、ちょっとだけバターと、小麦粉、薄力粉もちょっとだけ型に使うので、それもちょっとだけ用意してください。で、あとは、ボールと、ゴムベラと、ホイッパーと、これ卵混ぜるよ。はい、こんな感じで。この3つは学校で買った、ちゃんとした、めっちゃいいやつです。でも、家にある普通のホイッパーとかでも、全然大丈夫なんだけど、一回ロミ、100均のホイッパー使ってやったら、ここが折れちゃったことがあって、そこは怪我しないように注意してください。で、あと、まあ、ちっちゃいフライパンとかに、水入れて、温めといてください。まず生地とか作る前に型を準備しておきます。型にちょっと柔らかくした塗り用のバターを全体に塗っていきます。本当はいつもだったら手とかでもねやっちゃう時があるんですけど、家で食べるよとかだったらね、まあ、動画なのでちゃんとキッチンペーパー使ってこうやって塗っていきます。ね、パウンドケーキロミも今まで作ってきたんだけど、学校で初めて全部同じ分量で作るっていうのを知って、やっぱり色々ね、教えてくれるんですよね、学校は。よし、全体に塗れました。そしたら、ここに手でもいいし、こういうロミはね、こういう100均に売ってる、粉砂糖振るやつ使うんだけど、ここにかけます。こうやってかけていきます。で、余分な残った粉とかは、まあ、ゴミ箱とか、まあ、シンクとかでも、こうやって取って、で、冬場とかはそのまま置いといても大丈夫なんだけど、夏場とかは暑くて、せっかく塗ったやつがベタベタになっちゃったりするので、冷蔵庫とかに入れていくのもいいと思います。でも、今日は火を使ってるから、一応冷蔵庫入れておきます。あ、そう。で、薄力粉は振るっといてください。ザルとかでね。じゃあ、生地作り。まず、このバター 200g をボウルの中に入れるんだけど、冷たいバターじゃなくて常温に戻しといてほしいんですけど、硬いままだと、ホイッパーでね、混ぜれないんですよ、カチカチで。まだちょっと硬いので、電子レンジで10秒ずつくらい、溶けない程度、柔らかくなるくらいまで温めます。溶けちゃったらね、ちょっとダメなんですよ。揉んでいくと手の体温で柔らかくなったりするから、出したらちょっと揉んで、硬いなって思ったらまた10秒。で、揉んで、10秒みたいな感じでちょうどいいくらいになるまでやります。ほら、もう結構柔らかくなった。あ、いいかも。
で、ボウルに入れます。柔らかくしたバターを 200g よいしょ、 OK。 そしたらゴムベラでこうやって潰す感じでマヨネーズくらいになるまで柔らかくします。でもまだ硬いところが所々あるから潰す感じでね。よし、結構いい感じにマヨネーズ状くらいになりました。ほら、で、ホイッパーに持ち替えます。次からは、次混ぜる時からはホイッパー使います。そしたら砂糖はいつも3、4回くらいに分けて少しずつ入れて混ぜます。よいしょ、ちょっと入れて根元こうやってがっしり持ってこうやって混ぜていきます。で、バターがね、中に入っちゃうからトントンして落としてこうやって混ぜていきます。これが結構疲れるんですよ。よし、で、馴染んだらもう一回砂糖、これを3回から4回やっていきます。一気に入れると今3音を使ってるからグラニュー糖とかだったら大丈夫だけどダマになっちゃったりねするから分けて入れます。よし、こんな感じで砂糖全部入れて混ざりました。で、三温糖、茶色い砂糖入れたからちょっとね、茶色くなるんですよね、やっぱり生地も。でもこういうのは問題ないです。そしたらこれ一旦置いといて、この 200g の卵をまあお箸でも何でもこうやってほぐして混ぜます。で、卵さっき冷蔵庫で出したばっかりで冷たいの、冷たいままこの生地の中に入れるとちゃんと混ざんないのね。だから卵を冷たくない程度に温めます。ちょっとぬるいかなくらいまで温めていきます。で、お湯につけて、で、絶対に放置しないでください。混ぜてあげてください。下の部分があのスクランブルエッグみたいに火通っちゃったらダメだから、こうやって混ぜてってちょこちょこ手でこうやって触って、まだ冷たい、本当に何も感じない程度の時が来るんですよ。触って本当に何も感じない時があるから、それがちょうどいいくらい、ちょっとあったかくても大丈夫、もうほぼ何も感じない、ちょっとぬるいかなーくらいまで行きました。で、そしたらこれ混ぜて、お湯はそのまま弱火とかで置いとくのが一番いいかな。そのまま置いといてください。そしたらさっきの混ぜた砂糖の生地の中にちょっとずつ卵を入れます。あの、一気に入れると混ざんないから分離しちゃって、本当にちょっと見て、こんくらい、こんくらいで、これを混ぜる。で、そしたら混ざったらもう一回さっきくらいちょっと入れてまた混ぜるをずっと繰り返します。で、こうやって混ぜていくうちにまた卵は冷たくなるので、冷たくなったらまたあったかくして、あの、何も感じない程度にね、あったかくしてまた入れて、冷たくなったらあったかくしてみたいな感じで、まあここら辺がね一番ね大変なんだけど、あの、失敗しないためにはこれが一番いいです。ロミね、よくパウンドケーキ作ってた時はあの、冷たいまま一気に全部卵入れちゃったり、めんどくさくて入れちゃったりして分離してちょっと失敗しちゃったりとか結構あったから、絶対に失敗したくなかったらちゃんと温めて入れるのが一番いいと思います。で、ちょっとずつ入れると、あの、ベーキングパウダー入れなくてもちゃんとこういう工程ちゃんとやっとけば膨らむんですよ、ちゃんと。で、多少ね、こうやってちょっとずつ入れても分離しちゃう時があって、で、そういう時はちょっとの分離なら、あの、粉入れる時に混ぜちゃえば、あの、あんまり分かんなくなるから、そこはそんな心配しなくても大丈夫。めっちゃ分離しちゃったらちょっと失敗かなってなっちゃうけど。で、卵がなくなるまでずっとこれを繰り返します。大変だね、ちょっとね。はい、もうこれでラスト1個卵で、ロミちょっとずつ入れてたんだけど、これでもちょっと分離しかけてます。でもこんくらいだったら粉入れたら全然馴染むから大丈夫。で、このタイミングでオーブンを170度に予熱しときます。で、ふるった粉、これちゃんとね、ふるいでふるった粉を一気に入れてゴムベラで混ぜます。こうやってちょっと回しながらくるってやって、はい、こんな感じのいい生地ができました。ほら、白っぽくなって。冷蔵庫から型出してこの中に生地を入れていきます。で、もしちょっとこれ多いなってなったら、この家にある普通のケーキカップとかに余った生地は入れる。いつもちょっと気持ち多いかもしんないけど、まあいいでしょう。そしたら
全体に行くようにして馴染ませて、でここの生地をここの端にこうやってくっつけます。こうやって平らにしてこうやってつける。やっぱりちょっと生地多いかも、ちょっと減らします。多すぎると中まで焼けなかったりとかするから、まあ、こんくらいかな。周りちゃんとね拭いてあげて。できました。これを170度のオーブンで40分焼いていくんだけど、もっと見栄え良くしたいよっていう方は20分くらい焼いたら1回出して、竹串で真ん中こうやって線入れると綺麗な割れ目ができるから、まあロミはいつも20分くらいで竹串でこうやってやってます。まあ一旦これ焼きます。あ、生地ちょっと余っちゃったからロミのカップがあるのでこの中に入れます。余った生地多くなっても型とかに入れちゃったり、後でまた焼いたりすれば大丈夫だから。できた。お、余熱できた。じゃあバターに乗せて170度のオーブンで40分焼いていきます。いってらっしゃい、スタート。で、あともう一個ポイントなんだけど、今回のみ茶色い砂糖使ったじゃん。茶色い砂糖はちょっと焦げやすいから、ちょこちょこ様子見てあげた方がいいです。グラニュー糖とかの方が焦げにくい。白い砂糖もちょっと焦げやすいかな。じゃあ待ちます。疲れた。はい、じゃあもうね約20分焼いたので、もうちょっと膨らんでるの。今から割れ目を綺麗にねロミしたいから、竹串で真ん中こうやってやっていきます。はい、開けて、ほらめっちゃいい感じでしょ。これをこうやって真ん中にこうやって線やります。そしたら綺麗に真ん中が割れてくれるからいい感じになる。でこれはもう焼けたから出して、やけどに注意。でこれはまだ焼けてないから切れ目入れたらまた20分スタート。はい、皆さんも焼けました。パウンドケーキ出します。じゃーん、おお、綺麗に真ん中割れてる。ちゃんとちょっとここ焦げちゃったかな。でちゃんと膨らんでる。はい、これでパウンドケーキ完成なんだけど、まあちゃんと切って盛り付けまでやるんだけど、まだね熱々だからこのまま冷めるまで待ちます。でやっぱりね生地の量が多かったのか分かんないけど、40分じゃ全然焼けてなくて、だいたい55分くらい。生地の量とかこの型の大きさによっても変わっちゃうので、まあちょっとずつ様子見て爪楊枝刺したりとかしてみて、あの長さは調整してください。でちっちゃいのはほら20分でもう全然焼けたので、やっぱ、ね、量で変わりますね、焼き時間は。ロッキーのじゃないよ、ロッキー食べれないよ、アワホ。よし、いくよ。こうやってひっくり返して、お、ほらもうスポッてずれんの。ちゃんとバター塗って粉やったら、よいしょ。そしたら綺麗に盛り付けたいので、お皿にだいたい真ん中あたりを切るとめちゃくちゃ高さもあって、めっちゃ綺麗なパウンドケーキです。これどうしよう、切って中生だったとか。あ、大丈夫だ、よかった。でお皿にのせて、よし、これでパウンドケーキ完成です。ほらこんな感じ、完成。パウンドケーキは本当にあんまり失敗しないお菓子なので、初めての方でも作りやすいかなと思います。でちゃんとねほらベーキングパウダー入れてないのにめっちゃ膨らんでるじゃん。大成功です。じゃあパウンドケーキいただきます。ふわふわ、マジうまい。はい、じゃあということで今回はリクチャンネル第1回ロミのお菓子教室パウンドケーキ作りでした。材料4つで全部同じ分量で簡単に作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。そして何かリクエストとかもあったらね、どん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 コメント欄に書いてください。めっちゃ難しいのとかだと真似して作れない子がね多くなっちゃうと思うので、もうみんながちゃんと作れるようなお菓子をどんどん投稿していこうと思います。でもしこの動画見てパウンドケーキ作ったよっていう方いたら、どんどんコメント欄でも書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。